映ってるかな。でも今ね、Z50 はこんなにコンパクトやな。もうこんな感じです。コンデジやね。ポケットに入ってしまうぐらい。こんな感じなんで、めっちゃ便利ですね。さて今回はね、この Z50 の F1.2 っていうね、この高級な単焦点レンズですね、ものすごい大きいんですけど、でこれを使ってね、いつも通り森でね写真を撮ってきたんですけど、まあその動画をアップした直後に今ね喋ろうと思って今録画回したんですけど、あの動画でっていうか、あの時の写真でまあいろいろ分かったことがありましてね、っていうか、まあ私が今回このレンズを借りた理由っていうのが、この今回の森に行ってみてどうなるかっていうのを確かめたかったから借りたっていうものですね。要はこの最新鋭の、まあ、本気レンズ、ニコンの Z の本気レンズがどういう路線で行こうとしてるかっていうのを確かめたかったんですよ。私がイメージしてるその立体感っていうのと、メーカーさんがイメージしてる立体感っていうのはどういうふうなことなんかなっていうね、もうその違いを見たかったんですね。で、改めて分かったんですけど、私の好き好みですね、なんですけど、今回見てもらった写真ってね、私がよく挙げてるようなそのオールドレンズの写真とは全然違うと思うんですね。ものすごいピッチリ写ってるんですよね。で、ボケもすごいし、ものすごい隅々までピッチリ写って F1.2 で撮ったんって分からんぐらいに、今のことはね、分からんぐらいにピッチリ写ってるんですよ。で、結局ね、その言葉が滑ってなんですよね。めちゃくちゃよく写るんですけど、だそこに立体感っていうのをどこに持っていくかねんけどね。私がイメージしてた森の立体感っていうのは、やっぱり収差まみれなんやろなっていうのがあったんですよ。で、このレンズを使う対象っていうのはね、まあ、今回見た私がイメージしてる森の、なんか、いい感じの収差っていう意味じゃなくて、やっぱりこう、人とか、その被写体が大きい被写体に対して、そいつをこう浮かび上がらせるために、分離させるための、まあ、そういう、まあ、特性を持ったレンズなんかなと思いましたね。で、それは、完全にそのピントが合うてるか合うてないかで、そこに境目を作ろうとしてるね。で、それは多分、数値的にもすごい綺麗なんですよね。数値が高いレンズになってくると思うんですけど。で、そうすると被写体が大きかったら、それこその分離感がわかるんやけど、私が言うてんのはそのごっちゃごちゃのとこで、スパーンと狙ったところだけをふわっと、ふわっとさせるって、そこだけを輪郭をガリッとさせるっていうのは、やっぱりね、横が流れてないのがあるね。で、そういうイメージで撮りに行くと、このレンズじゃないんやなっていうのが分かりました。まあ、それだけのことなんですかね。私が撮ってるような写真では、これでは撮れないっていうことが分かったんですよ。それでちょっと納得したんですね。このレンズが良い悪いってことじゃなくて、私が普段撮ってる写真っていうのは、こういう良いレンズでは撮れないんやろなっていうのがね、分かりました。で、私がだからイメージしてるのは、ちょっと写真もお出ししますけど、F1.2 じゃなくてもね、F2 でも 3.5 でも、まあ、エルマの 3.5 もそうですけど、今出してる写真はね、私、これニコンのレンズなんですよ。ニコンの S マウントのレンズで、F2.8 やったかな。3.5cm F2.8 やと思うんですけど、まあ、これだけ距離が離れてても、立体感があるんですよね。その立体感っていうのは、周辺原稿もありながら、いるとこ以外は流れてるんですよね、基本は。だから、例えばこの写真を A4、A3 でプリントアウトするかって言ったら、多分見れたもんじゃないと思うんですよ。結局そういうことだよね。なんか印象的に写る写真っていうのは、例えばサイズ的に言ったら L 版、2L 版ぐらいで、ああ、なるほどねっていう、こうなんか置いとくようなもんで、飾るような写真じゃないんやろなっていうのはなんとなく分かってきたけど、まあそれはでも被写体によるかな。それが自分の好きな、例えば家族の写真とかやったら置くかもしれんけど、その作品として本来 A3 で打ち出してやるかってやらへんから、まあ、そうなってくるとこういうレンズだよなって感じだね。だからどこにアウトプットしてどういうふうに、どこを気持ちよく感じるかっていうところが多分ね、焦点やと思うんですよね。だからそれが路線になってくると思うんで。まあ私もちょっと今からいろいろ考えますけど、でも好きなのはやっぱりどっちかというとやっぱりその、ね、長年使っていたからオールドレンズの収差まみれの、その、言うたらね、フォーカス当ててるとこ以外は流れてますっていうのが、見てなんかわってなるんですよね。見た感じわってなるんですよ。それがすごいね、頭の中でハッとする経験があるから、
どうしてもそっちの方に行ってしまうんやけど、例えば構造を整理してきっちり被写体をね、強調してこう言いたいことをスパッと撮れるようになったらいいんですけど、まあ、そうなったらこういうね、いいレンズの出番なんですけど、私はどうしてもその周差にちょっとまだ頼ってしまってて、まあ、いい感じの写真にっていう感じでねやってしまってるところがあるから、まあそういう違いやったんやなっていうのはね、今回ほんま改めて、だってこれ以上いいレンズ今のところ単焦点ないですやんか。そこにそこを使ってみた感想やから、もう私の結果これしかないんですよね。もうめちゃくちゃ今回は勉強になったんで、まあ最高の経験でしたね。ありがとうございます。私が持ってるまあオールドレンズを中心に揃えてる機材たちがやっぱりそっち寄りやったなっていうのが分かったし、でその言うたらメーカーが目指してる場所っていうのは多分こういうところなのなっていうのも分かったんで、まあその間でですね、まあどうするかですね。じゃあこのレンズを使うために写真のこうなんか中身を変えていくか、頭の中を切り替えていくか言ったらちょっと分からへんから、で、まあ、このニコンの中でもねちょっと気になってるレンズも確かにあるんですよね。 Z の中でも35の 1.8 とかで、その作例とかも見たんですけど、えってちょっとドキッとするような写真とかも見たことあるから、まあ、そのあたりもね、すごい、まあ、確かめてみたいなっていうのもあるんですよね。こういうレンズ使うときは、ちゃんと 50mm で作品として風景を撮ろうとしてるとか、で、超広角でね、それ14、20みたいな感じで、超広角でバッチバチに端まで映るっていうので、ちゃんと風景を撮るというときに、こういうのを使わなあかんなって思いましたね。まあ、今回みたいに、こう、印象的な写真を残そうとするんやったら、さすがにちょっと厳しいな。私の腕では、よう抑えきらなと思ったんで。まあ何せよう映りますわね。やっぱりこのレンズの特徴で一番いいのはやっぱり人を撮ることですね。で、私史上ですね、めちゃくちゃ綺麗な動画が撮れてしまったから、ちょっと自分でも驚いてるんですけどね。それだけでもこれを手放したくないなって思ってしまうぐらいですね。ほんま唯一無二感がありますね。で、まあそのステッピングモーターが2発入ってるから、動画でもほんまに滑らかにね、ピント合わせてくるんですよね。で、オートフォーカスのスピードっていうのは、ボディ内で選べることができるんで、もっと高速にもできるし、もっとゆっくりもできるんで、まあそういう遊び方もできますから、いろんな表現がね、できるかなと思うんですけど、私は動画は全然できませんので、かっこいい作品がね、撮れる人はすごいこれいいレンズじゃないかなと思いますね。だ、1.2 っていうその、なんですかね、ボケ感というか、立体感っていうのはどこにあるんかなっていうのは、今回よく分かった、写真がね、撮れたと思いますので、まあもうちょっとまたね、使いますので、またいろいろ感じたことがありましたら報告したいなと思います。そんな感じで、今日はね、この辺で終わりたいなと思います。バイバイ。なんかちょっと。お、ケンタッキーのおっさんに、おっさんの瞳フォーカス。マジか。じゃああれなの、この辺の周りの赤の車線とかぼやけとるの。俺と人間勝負や。こっち顔出して、顔出して。お、いった、買った。ケンタッキーのおっさんに買った。やったねー。